法改正以来増え続けている電動キックボードの利用者。すでにこんなヘビーユーザーも。あ、めっちゃ使ってます。週5、6回は使ってます。最長で銀座から新宿まで借りて5分とかで返却しちゃう距離もこれで動いちゃうんで、なんかタクシーで1メーター乗るぐらいだったらコスパいいかなと思って。一方で危険を訴える声も。どうですか、街中走ってて。危ないと思いますよ。危ないですか。もう乗ってる人が要は交通ルール分かってなくて乗ってるから非常に危ない状態だと思います。16歳以上なら誰でも乗れる電動キックボードだが、信号無視に車道の中央を走る人や、ヘッドホンをつけながら、これも NG。 自ら電動キックボードを手掛けるメーカーの社長藤井さんも今回の法改正に警鐘を鳴らす。怪我をしてしまったり事故に遭ってから、いや知らなかったよっていうのじゃ遅いと思うんですよね。で、割とヘルメットなしだと転んだ時に重篤な障害が残ることもありますから、ちょっとしたレッスン受けたらもらえますよみたいな簡単な免許ですね。本当はそういうのがあった方が事故率も下がるだろうし。多くの人が懸念するこの状況で、なぜ免許なしの規制緩和に踏み切ったのか。ありますね、ここに。今回番組が注目したのは、電動キックボードの普及を先導し急拡大しているループ。あそこにもありますね。ここにも置いてありますね。多分ですけど、今工事中だから置けなくなっちゃうけど、ここも置きそうじゃないですか。本当だ、分かりますね。枠がありますね。電動キックボードをレンタルできるポートを置けるところなら、どこにでも。法改正の前から急速に増やし、都内に2400箇所も作ってしまった。近くでもこれだけたくさんありますね。トラウデンキャスターも試しに乗ってみた。こんなスピード出るんですね。思ったより速いです。思ったより速いです。20キロって速いですか。20キロ意外と速い。基本料金は50元、1分ごとにわずか15円で借りることができる。一体なぜここまでの急拡大を実現できたのか。国とともに普及を推進するループの社長を直撃した。オフィスの入り口にあったのが、法改正を機に出した記念の新聞広告。街中を駅前かとある。今回の免許なしの規制緩和について社長から意外な言葉が。免許もなんか僕らあると思ってたんですよね。で、実際その政府がその意思決定された後に国会通った時の案で、免許ないんだと。多分なんか急いでたのかなと思います。政府として早く多分ルールを作ろうってなったと聞いてはおります。当時社内混乱した。当事者すら混乱したという今回の法改正。実は来年の4月までを目指す予定が大幅に早められたという。そのために生まれる危険性についてループはどう考えているのか。街中の人に聞くとまだ危ないんじゃないかっていう声もあると思いますけれども、うん、そちらについてはどうお考えですか。はい、正しく変わった法改正のルールを告知するキャンペーンみたいなものを7月やったんですけれども、多くの方々は俺は関係ないということで、あんまそっちに目線を向けていただけないので、やっぱりこの警察だったりとか地方自治体と一緒に安全啓発みたいなものを行う必要性があるなとすごく実感しております。そうですね。法改正に関してさらに法改正前に拡大を急いだわけに切り込んだ。はい、そうですね。やっぱりこう日本のメーカーで、去年とかの時点、法改正される前の時点で電動キックボードを作ってるメーカーってなかったんですね。日本での大手メーカーだとですね。なので結構まあ本当に一例ではあるんですが、そういうルールメイキングが遅れると、その分だけその領域では後発のプレイヤーがどんどん、別のプレイヤーが海外でどんどん生まれてしまうので、まあ、競争力という意味では落ちていくんじゃないかなと思っております。
今回のスピード改正の裏には何があったのか。電動キックボードの普及を強力に推進してきた自民党マース推進議員連盟の事務局長三谷議員に直撃した。日本において法整備ってすごく時間がかかるものだという認識をしている中で、今回かなり早い 法改正だったのかなというふうに感じるんですけれども、拙速だったとか必要以上に短く済んだというふうには思っておりません。法律改正をしたときに付帯決議というものを付しておりまして、その中に状況に応じて免許制というものを検討をすることもあり得ると明示的に入れております。そういった状況に応じて今後どういうふうな法を立にしていくのか、規制をかけていくのかというのはまさに状況次第。まずは法改正を行い、運用していく中で問題が起きれば免許の取得も含め柔軟にルールを変えていくという。これまであまり例のないケースに思えるが、その狙いは何なのか。我々ビジネスチャンスなり産業創出の可能性というものを我々が判断してそれをシャットアウトするというべきではなく、安全性が担保できるという前提でそういったものを開放する、その上でユーザーの皆様に選んでいただくことができればいいなというふうに思っています。ビジネスチャンスを広げる、それを目指し電動キックボードを積極的に導入しているのが千葉県勝浦市。各地には電動キックボードを利用する多くの人々が。法改正に先駆け今年の1月から実証実験を始めている。今日は海に行きたいなって2人で話して弾丸旅行をしに来ました。そう、利用者の多くが観光客。勝浦には観光スポットを巡る手軽な移動手段が少ないことが課題となっていた。ポートの設置に協力したサーフショップの店主に聞くと、どこ行っても駐車場がないんですよ。地形的な問題なんですけど、平たい土地があんまりないんで、ですからこういうの本当に便利だと思います。アメリカのバードという電動キックボードを活用し、観光戦略の切り札にしようと考えているのだ。相当楽ですね。携帯一つで乗れるんで。そうですね、よかったです。小回り相当効くんで料金も安いしね。バードにはこんな機能も。人の表示がこういった形で出ているんですけども、あ、はいはいはい、はい、これは今走れませんよという区域に入りました。安全のため学校などの公共施設の敷地内には入れないように設定している。地元の人も電動キックボードに歓迎ムードだ。だからいろんなところにこう行った時に、あ、ここにもある、ここにもあるって感じで最近よく見るようになったから、あ、皆さん頑張ってるなと思って、はい、いいなと思ってます。はいはい、運営を手掛ける地元企業の清水さんも期待を寄せる。車では伝えられない魅力っていうのも勝浦市にはたくさんありますので、そういったところをですね、キックボードを利用していただいてですね、キックボードに乗った時にしか見れない景色ですとか、そういう風景、そういったところをこう楽しんでいただけるんじゃないかなと、はい、思ってます。バードの戦略ですけれども、やっぱり観光地だったり、例えば過疎化が進んで交通インフラがどんどんこう減ってしまって、なかなかこう足がない、移動手段がないという場所だったり、そういったところではすごく活躍するモビリティなのかなと感じたんですけれども、はい、相性がいいんですかね。基本的に自転車も同じだと思うんですね。ただ観光地の場合はやっぱりニーズがやっぱ限られていると思うんで、まだ掘り起こすっていうことではやっぱり街づくりとセットしてやっていかないと、なかなか定着するのはそう容易ではないと思うんですね。で、一方大都市、東京都心だとか大都市はむしろこう超イノベーションってことでかなり若者を中心にニーズが高いんで、ですけども限られた道路空間なんで、車と一緒になって走るということで危ない、安全面でかなり懸念されるということですね。懸念がある中でかなり今急拡大はしていますもんね。はい、
そうですね。まあ、改めてですが、この道路交通法の改正によってキックボードの交通ルールがこのように変わりました。長年政治取材を大石さんされていますけれども、はい、法改正早かったっていうお話が先ほどありましたが、そうなんでしょうか。これはね、やっぱり旗振り役になってた人たちが岸田総理にこう近いメンバーだったというのが、ね、かなり影響していると思いますね。まあ、よく言うと政治主導で、悪く言うとその警察なんかもちょっと忖度したみたいなところがあるということで、スピード改正が行われたということだと思いますね。うん、石川さんは法改正についてはいかがですか。はい、まあ、一口言うとビジネス先行で決められたかなって感じがするんですね。はい、まあ、自民党の、まあ、いわゆる族議員という、まあ、人たちがですね、まあ、規制緩和によって新しい産業を作っていこう、まあ、その手当としてこう電動キックボードがあったというのが、まあ、大方の、まあ、一つの考え方なんですけども、でそこでやはりどうしても、交通の安全ですね、まあ、先ほどの話だと担保されてっていう話がありましたけど、なかなかそれが本当にそうなのかっていうとやっぱり疑問がつくと思うんですね。もともとのそのルールに何か問題があったものがこう今浮き彫りになっているということなんですか。はい、やはりまあ、とりわけ東京都心とか大都市だとやはりその走る空間ですね、今回のキックボードは一応車両という扱いで車道が原則なんだけども、あとは自転車の、自転車レーンと言われている専用通行帯も OK なんだけども、はい、本当はそういう専用通行帯に走るべきだと思うんですね。うん、やはり車のやっぱりドライバーはやはり車道に入られて怖いわけですね。でかといって、電動キックボードは自転車と同じように歩道に上がってしまうと、うん、今度歩道に歩行者がですね危なくなると、やはり、まあ、ある意味じゃそういう自らの専用空間がないためにまあ、こういう問題が出ちゃってると、うん、でこれはまあ行き着くところはやはり自転車問題にたどり着くんですね。